松本英子マイストーリー。2024年にデビュー25周年を迎え、その記念コンサートを6月2日秋田芸術劇場ミルハスで開催する松本英子のふるさと秋田への思いを語るパーソナリティートーク番組。ある時は東京の仕事場から、またある時は通い慣れた地元秋田から、 FM 花火を通じてあなたの元へお届けします。ご機嫌いかがですか、松本英子です。でさて、マイストーリー4月の22日月曜日です。秋田の方は桜、もうね満開を過ぎて散り始めてるところも出てきてるのではないでしょうか。実は私松本英子、現在大館市に来ております。大館の方もですね、まあ、今ちょうど見頃かなというような感じで、今はですねちょっとお天気がとてもいいんですけれども、大曲の方はどうでしょうかね。ライブをやる頃に散ってないといいなと願いつつ、実はあの桜ソングを歌おうかなと思ってるので、できれば持ってほしいなという気持ちがあるんですけれどもね。さあ秋田に来て、いろいろプロモーションなど活動もしておりますけれども、たまたまですね、実は高橋優くんの、弾き語りツアー見させていただきまして、しかもミルハスで、2days 開催だったということで、高橋優弾き語りツアーワンストロークショー一品一章見てきました。初の47都道府県を、弾き語り一人で回っているということで見させていただいたんですけれども、素晴らしいコンサートでした。ゆうくんのライブはですね、本当にデビュー当時のオガロックフェスでパフォーマンスを見せていただいて以来、本当に 14、5年ぶりにあのライブを見れたんですけれども、いやびっくりしました。もうたった一人で2時間以上もうみんなを盛り上げて、ほろっと涙したり MC では爆笑したりと、もう秋田からこんな素晴らしいアーティストが、ね、出てくれて、なんか私もとっても嬉しくて誇らしくて、そしてやっぱいっぱい勉強になるコンサートでしたね。彼の佇まいもそうですし、秋田に対する愛がもう溢れまくっていて、もう途中秋田弁で何言ってるのか分からなくなるぐらいなまってましたけど、もうそれも含めて愛おしくて、そしてね会場の皆さん、秋田の皆さんもとっても温かく迎えていらして、私ももう拍手ずっとしてましたけれどもね、素晴らしいコンサートでした。これからもね高橋優くん私も応援していきたいと思いますし、もうちょっと刺激になったんで私も頑張んなきゃなと、そんな風に思いました。というわけで今夜の1曲目は初心に帰りまして、私松本英子デビュー曲からお届けしたいと思います。松本英子マイストーリー、今夜も30分ほどお付き合いください。それでは1曲目、松本英子で涙の力。ラララララの上の空、雲の匂い
さあここではですね、音楽クリエイターの日陰健貴くんをお招きしてちょっとインタビューしたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、健貴くんは大館在住と、はい、はい、大館市なんですね。え、はい、実は私との関わりはもう5、6年。そうですね、大体それくらいですね。前になりますね。そう、私が以前カラーリングブックというね、はい、アルバムを作らせていただいた時ぐらいからずっとね、はい、関わって応援してくださっていて、はい、で、まあ、オナリザというね、はい、大館市で唯一の映画館がありまして、うん、そう、はい、そこでもライブをさせていただいた時も、涙の力が好き。あ、そうなんです、ね、はい、それをリクエストさせてもらって。そうねえ、うん、まさかの、だってあれ健貴くんは年齢は公開してますか？はい、公開してます。29歳です。はい、若いんですよ。だから29歳だから私が25周年なわけですから、はい、ちっちゃい時のね、まあ、時代の作品じゃないですか、はい、なんかこのデビュー曲をなんかね、好きでいてくれるってすごいびっくりしたんですけど、はい、そうですね、 CD をいろいろとこう遡って聴いたりとかして、そこでこう特に耳にそして心に残った楽曲をこうリクエストさせてもらったという、もう、はい、マニアック大体みんなね、やっぱスコールをってね、まあ、もちろん大好きです。嬉しい。そう、だからもうケイキ君はすごく本当にマルチで、一番最初は、はい、音楽は何から入ったんですか？自分はアコースティックギターの弾き語りが、はい、動画で見た時にそこから影響を受けて、もう見よう見まねで独学で、はい、弾き始めるっていうのが、それがスタートで、はい、そこからだんだん自分でも音楽を作ってみたいっていう、興味が湧いて、はい、もともとパソコンが好きだったので、そこで DTM を始めてっていう流れですね。やっぱり今時の人たちはね、 DTM が早いんだDTM もうね、そうなんです。もういろんな楽器がもうすぐにその場で鳴らせてしまうというね。だからもうぶっちゃけその譜面とか、はい、もうあんまり関係ないですもんね。まあ、打ち込みだとそうで、うん、自分は結構楽譜も書くタイプで、うん、素晴らしい、まあ、私書けない人間なんですいません、何も言えないんですけど、そう、楽譜も書いて、そこからミディで書き出せるんですよ。あ、なるほど。そうするとパソコンその DTM の方に取り込むとすぐに音源化されると、音源化できるという。すごいですよね。でさらにボイパも、はい、ね、ボイスパーカッションも好きで、うん、まあ、これも独学見よう見まねで、ちょっとお風呂で練習したりとかしてこうできるようになったって。なんかうちの息子も、はい、ボイパねずっとハマってて、うん、やっぱヒカキンさんの影響なんですよ。はい、そうですね、やっぱり。いや、そうですか。やっぱり YouTube でよく見たりはしてて、そうですね。まあ、あとはハモネップ。ハモネップの影響も大きいですね。これはまあ、ボイパを特に中心にやってるんですけど、はい、一番衝撃を受けたのはヒューマンビートボックスで、はい、ただのリズムだけじゃなくて。なんかこうメロディックなものが入ってベースが入ってるとか、 それを一人で鳴らせる出せるっていう、もうね、ホーミーかっていうぐらいもうリズムを出しながらメロディーを歌うって、うん、どうやってるのみたいな。そうですよね、あれ曲芸ですよね、もうね。本当にそうです。3つ同時に出しちゃう人も最近は、うん、ちょっとね、どこを鳴らしてるんでしょうって感じですもんね。なんか鼻の奥をうーんとか使いながら口の周りでなんかみたいな、あ、それそれそれ、うーんみたいなやつとか、すごいすごいすごい、あ、楽しい楽しいみたいなとか、おなんかいろんな技があったりして、もうそれだけでもちょっとリスペクトですし、もうなんかワクワクしちゃうんですけどねえ、だからなんかそういう技術を持ちながらご自身で、うん、音楽楽曲も制作されていて、はい、でも本当に映画で、うん、ねえ、エンディングテーマとかもう続々作品が出てるじゃないですか。いや、ね、本当にありがたいことにこういろんなご縁で、すごいですよ。まずは昨年も公開になった、はい、グリーフケアの時代にという、はい、これも担当されていて、ドキュメンタリー映画なんですけど、こう亡くなった遺族の方とか、はい、そういう方に対するケアを中心にこう、まあ、フォーカスしていて、はい、
だから自分はただ自分を表現するというよりかは、うん、その人たちに寄り添った音楽をこう作りたいなと思って、うん、そしてインストゥルメンタルをこう作りました。あ、そうだったんだ。じゃあ、はい、あのそれはもう題材があって、はい、あの映像がある状態で作品ってことですか？そうですね、映像、うん、それぞれの、方に取材した映像があって、それを先にこういただいて、それを見てです。そう、インストも作るからね。そうですね、すごい。また歌物とは違いますか？そう、ただあの、うん、心がけているのは、うん、こうやっぱり心に残るメロディーとかなので、うん、歌も鼻歌でもそうなんですけど、はい、こうやっぱり印象的なフレーズだったりとか、うん、自分で鼻歌を歌ってて、あ、今のいいなと思ったらこう取り入れたりとかもしてて、だからただ音楽が鳴ってるというよりかは、うん、キャッチーな音楽もなりつつ、うん、こうどこかこう感情に寄り添ったものになるような、うん、そういう工夫は常にしています。なるほどね、はい、すごい素敵な。新月というね、はい、曲がもう配信にもなっておりますし、はい、アルバムにも収録されて、はい、CD も配信もしています。でということなんですが、そしてもう次の作品も決まってるんですよね、はい、そうなんです。ちょっともう売れっ子じゃないですか。いやいや、ちょっと仕事分けてもらっていいですか？エイコさんもください、自分に。いやいやいや、そうですよね。もうお互いちょっとフォローし合いましょう。交換して。次の作品なんですが、はい、これはちょっと言える範囲で教えてもらってもいいですか？はい、こちらまだあの撮影は始まっていないんですけど、ロングドライブっていう作品で、こちら映画ですね。はい、これ主演は、主演はあの渡辺哲さん。あ、ちょっとあのこわもてというかね。そうですね。ダンディーな、ダンディーな、俳優さんですけれども、はい、方の主演で、自分がエンディング曲を担当します。おー、ってことはこれからということは内容はまだ、はい、自分も分かっていない状態で。じゃあこれから作っていく。そうなんです。おー、はい、これ舞台が北東北。はい、北東北をこうやっぱり元気にしようという形で、そこを舞台にして撮影される予定で、予定、はい、予定です。一応ね、この今年の末にクランクインして、はい、ということなので、次の作品もねぜひ楽しみにしていただきたいと思いますけれども、はい、さあ6月2日にですね、もうケンヒ君もご存知だと思いますが、はい、何かがあるんですか？いや、あるんですよ。すみません、ちょっと圧をかけてしまいました。何かあるんです。そうなんです、6月2日は、はい、私ミルハスで、チューホールでコンサートさせていただくことになっておりまして、なんかすごいなんか人ごとみたいな感じだと、なんかすごく距離を感じるんですけど、あの6月2日、はい、ちょっともしケンキ君が空いてたら、はい、なんかちょっと参加してもらったりとか。あ、ぜひ行けたら行きます。行けたら行けたら行け、いや来て。ちょっと来て、もう本当にもうあの秋田県中の、はい、あの皆さんの力で、はい、あのこの25周年をどうにかね、うん、盛り上げたいと思ってますので。そうですね、だって涙の力が好きな人なんてめったにいないんだから。いや、いますよ、いますよ、いますよ、めったにじゃなくて本当に貴重な存在なので、ぜひちょっと、はい、あの大館を代表して、はい、代表でもう来ていただきたいと思います。あ、ぜひ、まあ、どこで登場するかはお楽しみということ で、何で出てくるかはあのまた相談させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、ね、楽しみにしててください。では、ここでせっかくなので、はい、昨年ね公開になった映画のそのインストを聞かせていただけますでしょうか？はい、ご紹介お願いします。はい、ドキュメンタリー映画グリーフケアの時代にエンディング曲、日陰元気で新月、お聴きください。元気、ありがとうございました。ありがとうございました。
松本英子マイストーリー。